ざとでした。よいしょ。わしの独断ばっかと思ったら。桜の春のフィガロレディーショーレイ。おっしゃい。おはよう。どうも。桜の春のフィガロの仕上がりなんですけれども、今日は次の必死新人のね、みきおくんがみさおです。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 みさおがに来ていただきました。よいしょ。字はあれだよね。操作の操みたいなやつだね。操作の操縦の操よ、ね。そうです。よし、操るっていう。一文字。一文字です。なるほど。一文字で。そうやん。ゲップが。ちょっと準備が整わなくて、あれやわ。LINE ID とか載せるんだけど。まあ、次で。うん、次から。次はちゃんと。LINE とかあったら、その、下にこう、あれ。ここに載って、ここに。よろしくねって言われてる。よろしくね。まだ入って1週間も経ってない。5日目だね。5日目です。5日目か。本当に。いやいや。でも普通にね、可愛い顔してるもんな。いや本当にありがとうございます。髪型もね、上から見たらなんかマッシュルームみたいな、ね、まあ今日は前言ってたんで、ちょっと期待を、じゃあ期待じゃない、企画を、企画をね、するんで。タイガー雰囲気はね、髪の毛切ったもんな。でもだいぶ前ですよ。だいぶ前ですよ、もう。もうだって、右目なくなっちゃいましたもん。前髪伸びすぎて。前の。はい。伸びたね。今日はね。伸びました、伸びました、ね、本当に。まあなんか、まあ新人もいるから、そんな無茶な企画は。さすがにまだできないからね、もう。しないし、うん。まあ久々にやる企画やから、まあ、あれだけど。ミサオは何歳なのって。22歳です。22歳です、うん、まさか僕と同い年っていう。お前22やっけ。僕22っすね。今年23の。あ、その字ですね、ミサオ、その字です。そう、操縦の操、一文字。全然見えねえんだ、コメントが。ちなみに俺とタイガはタメやもんな。そうですね、で、今月僕26になっちゃいますからね。そやな。あと5日ですよ、あと5日。早いな。5日、はい、今日何日でしょう。今日が9日。じゃああと5日っす。9日か、あ、そっか。そうそうそう、あと何日だ。あと5日で僕誕生日ですね。なんならあと3日でゆいと誕生日ですよね。確かに。なんなら。そっか。早いね。やばいですね。今月多いもんね、4月。今月やばいです。12ゆいと14僕、18くにさん、19がひろとですね。マジでそんないんの。そんないますね。のくせにバースデーのイベントが1個もないっていう。お前言ったらよかった。僕ですか？僕には無理ですよ、まだまだ荷が重いっす。バースデー前ってホスト一番病むからね。いや、バースデーなくても病んでますからね、一番病む、常に。なんかもう、こけたらどうしようかなっていう、なんかその、不安があるし、めちゃめちゃある、うん、去年だって、去年の6月前、ほんまにね、死にそうやったもんね。一緒のこと死んでしまいたいね。ずっと病んでたわ、毎日。むしろいっそのこと死んでしまえばよかったのにと思うね。何も買わせてきたの。プレッシャーがあるからな、やっぱり。逆に、まあ、タイガとかそんなプレッシャー感じないけどさ、もう上の人間なんだけど、やって当然って思われるからさ、周りから。いいですね、それが嫌なの。やって当然じゃないやんっていう、しんどっ。まだ多分今の僕だったら、あ、できないの、うん、そうだよね、みたいな感じですもんね。悲しい、本当に。まあ皆さん、14日お待ちしております、みんな、はい、来てください、本当。待ってます、僕をお祝いしに、うん、ということですな。どうしようかな。
つから始めようかな、時間的に。何問用意してます？結構なんかありましたね。いやでも、あ、そうやな、後半、まあ、後半はそれかな。今とりあえずじゃあやろっか。やるんすか。じゃあまず一番最初、ドン出るはず。よし、フィギュアの丸松クイズ。よっしゃい。久しぶりにこの企画が戻ってきました。いまいち盛り上がりにかけるこの企画が。本当に丸松久しぶりに戻ってきましたよ。いや、せっかくね、新しいミサオもいるからさ、ちょっとね、春っぽいなんかそういう丸松のクイズのアンケートを、アンケートじゃない、クイズかをやろうと思ってたから、テーマは春雨サラダが出てきそう。テーマは春、そう、春っぽい。俺じゃない、春さん。俺じゃない、俺の丸抜やったらだ。だから、どう、そうだね。じゃあ、行くか。今日のビール甘いのだな。じゃあ、第1問。あれが配って、はい、はい、あ、正式ね。そうそうそう、どうぞどうぞどうぞ。3回ぐらい。じゃあ第1問、てれんてれん。入学して、うん、入学式があるからね、春は。入学して1ヶ月以内に彼女ができたことがある、丸か×か。別にいいよ、小学校で1ヶ月。小学生で彼女いるって相当ですよ。小学1年生で、しかも小学校でもいいよ。相当なもんですよ。幼稚園でもいいよ、別に。そんな甘ずれでもいい、もういいとこだ、本当に。その彼女もだから、いや大学でもいいし、1ヶ月以内ですよね。高校でもいいし、中学でもいいし。せーの、ドン。真ん中の人にチャラ男。いや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 、何を言うんですか。本当に一番のチャラ男が何言うんですか。本当にどこかい。一番のチャラ男じゃないですか。もうあやさんが罰なのはもう分かりきったことなんで、もういいんですけど。どうでもいいんですけども。じゃあまず罰の、まあ罰のあやとから。何もなかった。何もなかったですね。もうなんか僕ずっと教室の端っこにいるタイプでしたね、どちらかといえば。陰キャラっす。家に帰っても部屋、真っ暗な部屋の隅っこで体育座りしかしない派ですよ、ね。真っ暗やろ。っていうタイプでした、僕は。なるほどね。彼女はいましたけどね。できたことはありました。できたことはありました。じゃあ、あやと未だにあれやもん、童貞やもん。なんで言うんすか、ここで。なんでここで言うんすか、今。未だに、本当に毎日 AV 見てますもんね。人のことじゃねえ。人のことじゃねえよ。じゃあさ、そのなんか女の子と出会ってさ、一番早い期間で付き合ったのってどれぐらい？一番早い期間、みんな出会ってから、出会ってから1週間とかありましたよ。1週間が一番早いの？一番早いですね。はい、はい、3日です。3日。いや、早いな。わしでさえ1週間ぐらいだよ。1週間ぐらい。なんかこの僕の丸のやつが1週間ですもん、大体。あ、そうなの。入学して、高校入学して。マジで？で、顔見たことあったんですけど、あの、僕バスケやってたんで、で、高校入ってすぐ付き合いましたね。で、すぐ別れました。え、じゃあ元から知ってたの？元から、なんつうんですかね、顔見知りぐらいで、一回も話したこともないし、連絡も取ってなかったんですけど、高校入ったらたまたま同じクラスで。中学校の時は別の中学校やった？別の中学校っす。中学校の時に他校の女子と絡みあった？いや、やばいですよ、僕。本当に。まあ、このルックスと、このルックスと、まあ、かつては痩せたっていうポテンシャルがあったんで、で、バスケもそこそこ、まあ、できたんですよ。もう、キャーキャーでしたね。なんか大会とかで集まるじゃないですか、何校か。必ず2、3通はなんか手紙でよくあるじゃないですか、昔のあの折り方の変な。あー、あったね。開くと、あとメールアドレスが書いてあるっていうのをもらってましたね、ポカスカ。とか、あの小学校の時、あのプロフィール帳っていうんですか、やりませんでした、なんか。
あ、なんかあったな。なんかそれのファイルするやつみたいな。それ書いてくださいって、その日のうちに書いて、大会もあるのでその日のうちに返さなきゃいけないっていう鬼畜なことしたりしてたんで、うん、そう、意外と持ってたんです僕。そうな、それで1週間で付き合って、1週間経つか経たないかぐらいで別れました結果秒で別れました結果ね。秒で試合に集中しろって言われてる。試合に集中試合は集中しますよちゃんと夜の試合の方に集中。いいじゃないですか、まだその頃夜夜デビューしないです、まだ夜の運動会デビューしないです。え、そっか、もうあえととは大違いだね。僕も負けくじゃないですか、こやつと。まあ、あえさんとはちょっと一緒にされたくないですね。ミサオはミサオですか。ミサオですか。ミサオですか。ミサオ。なれ初めみたいなやつですよね。うん、なれ初めっていうか、うん、はい。3日なんでしょ。3日なんです。どういう感じで知り合ったの。3日です。それがですね、その一目惚れしますね。しまして。ミサオか。僕がですね、はい。一目惚れしまして、ナンパもしたことなかったウブなあの頃。必死に出てきた言葉がハサミ貸してくださいね。よくありがちなね、消しゴム貸してとかね。学校の話、うん、違います。違うの。はい、普通に歩いてて。歩いててです。ハサミ貸してください。ハサミ貸してください。それで人殺すって何か言われないよ。それ女の子のカバンからホイって出てきたら怖いよ逆に。すごい引いた目でありませんって言われたんですけど、うん、でその後なんですかね、帰る方向を聞いてたまたま一緒だったので連絡先を聞きで、3日後に告白したら OK でした。はい。それはいくつの時。17です。そんなにときめいた。ときめきました、ね、そんなもハサミ参考人にハサミ借りるぐらいのときめきがあった。ハサミ借りるぐらいの言い訳しかないのに。だからわざと何も落としてないけど、あ、落としましたよって自分のなんか携帯でも出しておけばいいのにね。もう本当にあれは一生忘れられない思い出です。ハサミ貸してくださいは斬新だわ。すごいね、なんか発想ないな。ちょっと明日から付き合い考えるわ。やだ、一緒に外歩いてて、あ、可愛いと思った人に、あ、ハサミ貸してくださいって。二度はないです、二度はない。声出し、声かけしに行ったら、本当に。じゃあ、第2問目いきますか。行きましょう。じゃあ、第2問。ドゥル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 。入学式で、じゃあ、入学じゃない、卒業式で、第2ボタンを誰かにあげたことがある。丸か×か。せーの。まあまあこうなりますよ。まあこうなりますよ。でも俺今だけあげるやつなんているんすか。でも俺こんな感じやねん。こんな感じやねん俺。あ、理由がある、ま、こう。僕も完全にこれですよ。俺はなんかあげたといえばあげたし、あげてないといえばあげてないみたいな感じ。いや、もう渡したんだったらもうあげたのうちですよ。もう違うねん。なんかな、女の子にこう、あの卒業式の日にくださいって言われたので、でも全然いいよみたいな。え、すごい挙動ってマジか来たみたいな。超嬉しかったんやけど、めっちゃ、ああ、いいよいいよみたいな感じで、もうその全然もう余裕ぶって、ああいいよいいよあげたら、ヒュッてやって、はいって渡したら、女の子すごいなんか、あみたいな顔してる。なんか、ありがとうみたいな。え、自分から言ってきたくせにですか。自分が言ったのになんでそんな喜んでないのと思って、なんやねんと思って、で家帰るやん。で家帰って、学園内でかけて、パッて見たら、俺さ、一番上のボタンは常に開けてるからさ、これが 1,2 みたいな感じ考えちゃった。あーだからあーさ、3つ目開けてねん、こうやってだから女の子、いや三3つ目やんっていう顔をしてた。今のは判定どうですかね。今のはセーフですかね。一応代理は残ってますからね。じゃあセーフってことで、まあセーフってことでいいっす。いいでしょ。どういうことやねん、セーフ。第2ボタンって言いますけど、だって僕のとこブレザーだったから2個しかないですからね。しかもなんなら下のボタン取れてたから1個しかなかったですからね。本当にどうしようもない展開でしたよ。誰も取りに来なかったの卒業式。だからね、それ以上に事件が起こってたから、あれか、問題ないわ。ダメだったね。むしろ第2ボタンって今時あげる人とかいいんすか。でも大概そんなもんなんか思われてたら欲しいって言われてたやけど。いや、言われないですよね、うん、全くでした、本当に。みんなやっぱりあれか、やっぱみんなあれですね。あ、ちょっと、あと卒業間際にいろいろ事件があったんで、ちょっとあの、ああ、はい、いろいろとあの事件があったんで、はい、お前ちょっと公表できない事件が嫌われた事件。そうっす
全国の女を敵に回す事件が起こったね。じゃあ後半もちょっと丸バツ続けていくんで、一旦 CM どうぞ。どうぞ。どうぞ。自分のことばかり考えてた俺が今お前のことばかり考えてるんだ。運命の人と出会うならイオンインク。やっぱやべえな、イオンインク。イオンインク。やっていきましょう。じゃあ第3問目。3問目。でで。学校の先生に、まあ、学校つながり。学校の先生にのことを好きになったことがある。丸かバツか。せーの、ドン。あれ。うわ、出た出た出た。やっぱり来ると思った、本当にやっぱり安定の春さん、本当に。どういうこと。じゃあそのエピソードどうぞ。もうだからもう禁断の声が俺はプンプン。小学校の時にさ、はい、教育実習生いて、はいはいはい、大学生、はいはいはい、若い、はい、その人のこと好きになっちゃって、なんか好きになるっていうか、なんかな、あざといね、そういう人が。めっちゃあざといで、俺負けず嫌いやったから、体育とかで飛べへん跳び箱の段差があったのね。で、なんかクラスで一番運動神経がなんか跳び箱得意なやつが飛べてるけど、なんか俺飛べへんかって、すごい悔しかったから、居残り練習してたの、放課後に。小学校の時、小学校3年生ぐらいかな。で、先生に言って、でも居残り練習してるってなんかバレたら恥ずかしいから、先生に終わってから職員室行ってさ、跳び箱を飛びたいんですけどみたいな言って、分かったみたいな。で、一人でこう全部体育館締め切ってさ、跳び箱一人で設置して飛んでたら、なんかその教育実習生がガラガラっと入ってきてで、ガラガラって入ってきて、で、俺、あっってなるやん、やっぱり跳び箱飛んでるのバレるみたいな。他人の先生しか言ってない、バレるわと思って、はずと思って、何してんのって言われたけど、何もしてないよみたいな。飛び箱飛んでんの、練習してんのみたいな言われて、してないよ、体育座りしてない、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 ほんだらここに座りだして、隣に。でもだからもう、ミスターオレとしたら、もうこんな感じで座り出して、練習してたんだって言われて、で、多分そういう大学生からしたらさ、その小学生の男の子が放課後一人でなんか練習してるの可愛いと思ったのか知らんで、その瞬間ほっぺにチュッてされて、マジっすか。なんでそのドラマみたいな。え、それあれですよね、企画ものの AV じゃないですよね。違う、その途中から全部そうなってましたよ。締め切った体育館で。そう、でもそれなんかそういうのなかったけど、でも、はいってなって、やっぱこう意識しちゃうで、ちょっと好きになった。なぜその体育館で襲われる小学生みたいな。今やったら逆に犯罪よな。いや、もう犯罪どころじゃ済まないですよ、もう。なんか、そういうニュースない？ありましたっけ？教員がとかありますもん、ね、今の時代ためやったら、普通にニュースになるやつよ。その教師が生徒に注意すると。教育実習の先生、男しか記憶ないですからね。本当に。で、学校にいた先生も本当とんだくそばばあしかいなかったんで、本当にとんだくそばばあとんだくそばばあしかいなかったんで、ね、本当にずっと
デブかババアしかいないですからね、本当にずっとババアなの。だからあの、よくあるじゃないですか、なんかドラマとかでもなんとかでもあの綺麗な保健室の先生とか、うん、保健室には一度ババアが君臨しましたからね、本当にババア、もうなんか定年間際のそこまで言い過ぎでしょ、ちょっとそこまで言ってないですけど、本当に 4,50 ぐらいのだったね。いやでもちょっと味わってみたいですよね、禁断の恋的な。あ、先生ダメです、あーみたいなそういうのばっかよ理想の展開じゃないですか、もう。よし、じゃあ次マルバツクイズじゃなくて、え、やっぱり視聴者も参加できる方のあれにしましょう。ほう、じゃあ次のテーマ、テーマじゃない、ドンドン、きた、だからマルバツアンケート、わっしょい。あ、アンケートに変わったアンケート、アンケート、だからこれは例えばね、まあ、女の子に前やった例えで言うと、あの遊園地行った時に、ギュッと手をつないでリードしてほしいか、リードしてほしいが丸で、さりげなくっていうか普通にゆっくり手をつないで、あのぐいぐい引っ張ってもらわずに一緒の歩幅で歩きたいかっていう、丸か×かで、だから視聴者が例えばどっちがいいかで、そう、女の子の気持ちが分かるアンケート的な、そう、分かってるかってやつ、いきましょうか。分かるだろ。だから、だから要するに視聴者の人はどっちがいいかで丸なのか×なのか選んでもらえるか、女の子はどっちの気持ちがどっちがいいのかっていうのを、うん、まあ僕らが当てるっていう。でそう、とりあえず答えたらいいんだよ。で、うん、外れた方、だからアンケートでパーセンテージが低かった方がの人がグイグイってね、女の子の気持ちが分かってないから。いや今グイしたら僕、そう、俺ら予想する、うん、女の子はこっちの方が絶対いいでしょ、うん、オッケー、じゃあ第1問、第1問、ドゥ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 、付き合って付き合って一番最初のチューの時に、そんなコアな内容いきます？丸はねえ、チューしていいかなで聞く、聞いてほしいか、バツの方はもういきなり来てほしいか、どっちか。鼻水出ちゃったよ。鼻水出ちゃったよ。丸。みんな内容するんかい。チューしていい。バツ。いきなりチュー。さ。でどっちかで。じゃあ俺は。やだこれ答えんの。どっちだ、どっちか。もう完全に僕バツですよ、もう。せーの。え、僕だけです。だって普通言う。ねえ、中止、中止、中止でいいとかさ、気持ち悪いじゃん、だってもう。バツや。早っ。ほら。うわ。やはりバツ。ほらな。やっぱ今時いねえんだよ、そんなね、真剣に。あの、中止でもういいかな、みたいな。いるやつなんかいないんだよ。お店は聞くん。聞きません。そんなあの、ハスハスした感じじゃないですけど。ね、中止したい、みたいな。ね、中止したい。甘えんぼか。甘えん坊か。いいよ、そういう可愛いアピールいいからさ、もうさ甘えん坊キャラの。いや、そういうわけじゃないんですけど、その、まあ、入るときは、いや、いいです。入るときはどこに入るんだよ、本当にやめろ。どういうこと。まあ、聞くねえな。聞きます、うん、じゃあ、あやとはそのままいっちゃうの。もう、秒できます、たぶん。でも、まずお前、あ、ちょっとヒゲがあった。もう、たぶんヒゲ与えるんだもん、ヒゲにジョリって一応いくと思うんですけど、それでも、秒でも多分注意します。おそらく秒です。秒で何も有無言わず。で多分チューしたら女の子多分次の日からちょっとヒゲ生え始める。やだー。でも唇周りだけ。こんまで逃げますって。いや秒越したから多分負けですね、そのこれ。じゃあ第2問、はい、時間ももうほぼもないから。その初めてのチューは丸
短めがいいのか。短め。バツ。長めで。ねっとりと。ねっとりと。まるで海外の映画のキスシーンのように。そこはきついじゃん。ハム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 か。一番最初のチューやからね。もうその付き合って一番最初のチューが、は一番最初はもう軽くチュッっていうちょっと感じなのか、それとも最初からもう濃厚で来たいのか。いやこれ難しいです、ね、来てほしいのか、どっちか。女の子はどう思ってるか難しいな、これ難しいですね。じゃあ俺らせーのドゥン。そんなこれつまんないくらい。みんな丸ってお前あやと、お前罰やろ。あやさしつこそうですもんね。やめなさいよ本当に。あ、まあそこはもう丸ですよね。もう基本そんな長い時間唇くっつけてるの好きじゃないですもん。丸か。もう最初、まあ、最初やもんな。もう最初から最後まで僕フレンチキスでいいですからね。最初から最後までフレンチキス。はい、フレンチ。じゃあちなみに、まあ、これはまた別やけど、女の子その大体付き合ってどれぐらいからさ濃厚になったらいいの。あ、ベロがグリグリ入るかってとこっすか。そう、それ以上はじゃないですよね。どれとそれ以上。はい、はい、2回目から OK、 2回目から OK、 2回目からいい。じゃあ1日に2回目したら2回目から OK ってことっすか。うん、2回目からいいんだ。じゃあとりあえず何やったっけ。さっき、あ、そうだ、ミサオだ、ミサオが、はい、罰ゲームということでね。罰ゲーム、本当に、うん、いや優しいから大丈夫、大丈夫、優しいから。いやそれはギリギリまで出ちゃうかんな。グイグイね。みんなで。ああこぼれる。こぼすなよ。こぼしたのもう一杯だからね。はい、じゃあみさお持って。せーの。ガイ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 よしガイ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 よしガイガイガイよしガイガイよしガイ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 よしガイガイガイ。頑張ったね。ああ、ちょっと遅いんじゃないの。遅いんじゃないの。本当に遊びじゃないんだからね、うん、はい。いやマジで、マジの、はい。でもあれやな、一番最初にさ新人とかネットチューブに行ったらさ、みんな緊張してるやん、うん、あんまり緊張してないよね。いや、そんなことないですよ。そんなことないです。結構緊張してる。だからもうだって自分よりもそこに映ってるもんな。そうなんですよね。新鮮です。新鮮。日本語って難しいですね、うん、まあ今日は丸バツアンケートと丸バツクイズをしました。来週はまた違うのをやりたいと思います。ではまた来週、バイバイ。じゃあね。これこっちほどチューブで隠れんだいつも。そむいてビクビクしててはつかめないような宝、歯食いしばって胸を張って茨の道行け侍よ。強くなれ強くあれ、自分に負けない心持て、女子供養いこの国を背負う侍たちよ。強くなれ強くあれ、自分を生かした道を持て、夢や希望を忘れた若者を奮い立たせ侍よ。この番組はロランのスポンサーの提供でお送りしました。